ホリエモンチャンネル。お腹いっぱいの堀江貴文です。どうもこんにちは、寺田由紀です。ということで、お腹いっぱいの堀江さんにもですね、居酒屋ホリエモンチャンネルなので、ご飯を食べていただきたいと思います。これめっちゃ居酒屋っぽいでしょう。これ見て、もうすごい素敵なお店です。本日はですね、恵比寿にございますお店に、お邪魔しているんですが、ゲストをご紹介してからお店の名前もご紹介したいと思います、はい、ということで、本日私たちと一緒に乾杯してくださいますのは、恵比寿新聞編集長の高橋健二さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてここのお店はですね、はい、この高橋さんがおすすめのお店ということで、日本酒のペアリングなどもしてくれる日本酒のお店ですね、うん、ジェムバイモトさんでお届けしていきたいと思います。この間ね、はい、あのうちの和牛マフィアのイベントで、うん、ね、ペアリングしていただきました。ありがとうございます。あ、マリエちゃん、日本酒ペアリングをやってください。もう有名ですよ、うん、日本酒界では、うん、日本酒界では、うん、日本酒界ではかなり有名ですよね、うん、日本酒のこう概念が覆される感じですね、うん、ここは。いやでもなんかいい店が増えてきましたね、うん、すごく素敵な。いやもうね、僕もだから多分初めてそういう日本酒のペアリングとか、いろんな種類の飲み方とか、グラスとか、はい、おかんの温度を変えるとかっていうのを15年ぐらい前に初めてそういう店に行って、うん、それから変わりましたね、うん、日本酒の種類もすごい増えたし、うん、あの面白い作り手さんすごい増えてきたし。そうですね、はい、もう本当ここはいつも来てペアリングで驚かされるというか、今日もそんな料理がお腹いっぱいの堀江さんに。あの今日はですね、あの何品かおすすめのお料理を、はい、あの用意していただいてですね、それに合わせてあの日本酒を出していただける。これ絶対調査で間違えてるっておかしいよ。知ってるはずだよ多分。あの恵比寿新聞はあの堀潤さんがこの前に、はい、あのゲストに来てくださった時にご紹介いただきまして、本当堀さんありがとう。面白い企画をやっているという。恥ずかしながら知らなかったんですよ。いやもう本当恥ずかしながら、本当に俺の、いや俺ちょっとそれはなんで知らなかったんだろうなと思って。いや本当にこの辺の人しか見てないんで。だけど恵比寿新聞のフランチャイズじゃないけど、はい、システムとかを貸して、はい、もう結構な地域でやってるじゃないですか。そうですね、今13か4ぐらい。ほら俺もうなんかすごい、いやだから俺のよくいるエリアにまだ来てなかったんだよ、うん、ちなみに今他どこをやってます、恵比寿以外に。隣だと渋谷新聞とかですね、 あとは富ヶ谷新聞とか、立川、戸塚とか、あとは今度新しくできるのは熊本に、阿蘇西原新聞というのが出てきたりとか、なんかブルックリン新聞やりたいという人も出てきたりとか、結構なんかいろんなところで。いやほら昔なんとか経済新聞ネットワークってあったじゃないですか、はいはい、いやまあ、今でもありますけど前から、はい、そう、はい、あれ面白い仕組みだなと思ってて、うん、でもあれよりも半径200メートル以内ぐらいですよね、うん、だいたい僕が取材している範囲が2キロ、ね、2キロか、2キロか、はい、だからすごいよなと思って、そこまで絞ってもいいんだっていうか、うんうんうん、なんかそれを思って、あすごいモデルだなと思って、うんうんうん、でかんこう取材をさせていただきたいみたいな感じになったんですね。いやすごい光栄です。なんかこんなとこで白羽の矢が立つと思わなかった。いやなんかこういう、 こうグローバルな時代になっていて、よりこうローカルな部分に光が当たっていくというか、うん、そういうことなんだろうなと思っていて、なんかそうそう堀潤にこの間ね、はい、その恵比寿新聞に出たら飲食店にすごいこう行列ができるぐらいなインパクトがあるっていう、うん、言い過ぎです堀さんは。そんなことないですよ本当、うん、すげえなと思って、うん、でもなんかこう取材してる相手がほぼ個展なんですね、うん、個展、あ自分でオーナーシェフっていうようなスタイルで小さくても頑張ってるところっていうのをこうフォーカスしたいなと思って、うん、ずっとそういう形で、うん、あんまりこうフランチャイズ系とかはこう取材しないっていう、こう、うん、あと食べログとかもあんまり点数とか関係なく、うんうん、本当いいところは取材するっていうようなスタイルで、うんやってます。いやそのスタンスもすごいいいと思うんですよね。でその
なんかこう広告スポンサーモデルじゃないんですよね。そうなんですよ。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。今回は地域密着型新聞恵比寿新聞の編集長高橋健二さんにお話を伺いました。恵比寿新聞は恵比寿のグルメ情報からアート文化情報まで人情味あふれる情報をたくさん載せています。チェックして恵比寿に遊びに行ってみませんか。また恵比寿新聞が主催する恵比寿芸祭は恵比寿の人気飲食店でクジラ料理を楽しむことができます。こちらも要チェックです。そして今回ご協力いただいた日本酒界のカリスマ千葉マリエさん店主のジェムバイ元、日本酒の概念を打ち崩すような新しい飲み方を提案してくれるお店となっています。日本酒好きでなくても訪れたい一軒です。ぜひ足を運んでみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。その隅には綺麗な花も咲いてたのかな。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容ウェブに立てたページが